いただきます。お疲れ様です。今日は7月6日、ホームビッグスワンにてサガン突戦でした。結果は3対4というなかなかの、点の取り合いというか取らせ合いみたいな感じの試合でしたね。試合をもしも見てない人いたら、北九州戦みたいな感じ、そっちの方がより見てないかって感じで、ね、なかなかの、ダメだったよ。ダメでしたね。違う、かなり守備崩壊というか、もちろんゴラスもあったりしたんだけど、なんか結構あっさり失点しちゃうなっていうので、そう、1点目がキャッチしたように見えたんだけど、多分脇だったんだろうね、多分阿部ちゃんの脇をすると、多分体に脇当たって、それがそのままゴールに入ってっていう感じだかな。でその後すぐにゴメスが左サイドですごくいい縦パスを送って、それがコミちゃんで、そのままもうやりきれぞっていう風な素晴らしいシーンがあって、それをしっかりカイドが決めて同点、これ素晴らしかった。これ本当にね、でもね、あのゴメスのあの行くぞっていうあのパス、行け、行け、コミみたいなね、そう、あれは伝わった、メッセージ性あったよ、このままやりきれよっていうメッセージ込めてたでしょ、ゴメス。俺はね、すぐ分かったよ、めっちゃ分かった。ゴメちゃん、分かりしたよ、行ってきますこういうの大好きっすっていうね、その感じでね、もうね、ズバーっといってね、やっぱちゃんと競り勝って、競り勝ったのかなどうだったか覚えてないけど、しっかりちゃんと最後やりきってあげて、カイトがしっかりとパッと決めるというね、ナイスカイト。ゴメスもよく見てるよね。ゴメス見てた、素晴らしいよ、あれはね、あのシーンはすごく良かったね、よかった。同点になってそれからこっちの右サイドを駆け上がられて、相手からすると左サイドね、そして中にちょっとツルツルンって持ってきたなって思って、とりあえずシュート打っとくかみたいな、そんなシュート、そんなに強いシュートじゃなかったんだよ。それがしっかりミートしたってわけじゃないのに、それがしっかり枠に入って、それが右隅に入るっていうので、入っちゃったみたいな、なんか、なんだろう、このあっさり感っていうのが ね別に競ったわけでもな、なく、まあでもなんだろうな、なんか普段ああいうのって入らないよねっていうぐらいのが、なんか今回は少し入っちゃって、なんか嫌な流れあるねみたいなね、のどかが漂っていて、それで終了間際にはあのシーンね、コーナーなのかコーナーの陣じゃねえのかっていうのとかで、ゴールキックだろうっていう分のだったけれど、ここなんだっつってね、そう、審判頑張れ本当に見返してくれよ、審判はね、本当に見返してくれよ、川又さん、川又さんも見返してくれよ。見返してんのかな、見返してよ、いや、違う、俺らを見返してほしいの、ハズレじゃねえか、自分のこんな俺らを見返してほしい。いや、川又さんすげえいいよ、全然ストレス感じなかった、そんなナイスジャッジっていうのをやってほしい、おい、外れじゃねえかよ、毎回外れじゃねえかよ、終わっちゃダメだよ、やっぱね、そういう部分もね、本当にこの試合があれでよかったのかっていう部分をもっともっと危機感を持って審判もやってもらいたい。いや、審判 やる人が少ないんだと思うんだよ、でももっと、なんだろう、絶対お金もらってるわけじゃん、正社員でしょ、正社員だと思うんだよ、知らない、その試合が終わったらそこで、そう、じゃあ終わりってんじゃなくてさ、なんか、ね、結構これでよかったのか、一つ一つのジャッジとかがあれだけ選手にやっぱり詰められたりとかするっていうのが多分ね、よくあるんじゃないかと思うんだけど、それってこのやっぱりすごくストレスになる、でストレスを抱えてしまったチームは、その時代プロとしてどうなのっていうのはもちろんあることは重々承知な上でなんだけど、いいジャッジをするっていう部分のとか、フェアなジャッジをするっていう部分をもっともっともっとね、なんか本当に考えてもらっていないなと思いますよ、
そう、マジリスペクトっすってことだよね。まだ基準はね、基準はね、もうちょっとなんかブレずにね、ブレーそう、基準がブレるっていうのをブレずにやるのはダメだから、うんうん、もっとブレないようにするにはどうすればよかったのかとか、やっぱり多分うちらがハズレだって言ってることも、もしかしたらガマさんがその X を見てて、うん、ムカつくなって思ってるかもしれない。でもそれで、いやムカつくなってはきっと思ってると思うんだよ、うんうん、なんか似たこと言われたらムカつくじゃん、うん、人間だからさ、うん、そう、うちらもそれは仲間内言うだけであって、うん、X はつかつぶやくこともあんまりしない人はきっといいと思うんだよ、うんうん、つぶやきたくないしね。でもそういう風なのを見返してほしいんだよね、うちらを。おー、じゃあおめえら見てろよと、ちゃんとノンストレスで俺はやってやんぜっていうのでやってやってほしいなって思います。だから頑張ってください、ぜひとぜひお願いします。マジで頑張ってほしい、本当に本当にマジよろしくお願いします。よろしくお願いします。ノンストレスでお願いします、はい。まあ、そんな感じで、まあ疑惑のまあまあわかんないけどね、まあコーナーキックだったんでしょうよ、うんうん、ね、福祉の方もコーナーですみたいなね、よくわからないね、まあ、ふわっとした感じで、ね、うん、コーナーですみたいになってたけどさ、なんかその部分とかでね、いいんだよ別にそれ で、うん、でそれがね、まあハンドだっていうことになったんだけどね、うん、まあそれでラッキーって思ってなければいいなって、結果的にはね、でもあれがね、うちらはね、もうそれが入ってたらね、まあよりね、苦しかったよね。でもやっぱりね、なんやかんやね、先制点なんですよ。先制点をね、やっぱりね、上げすぎなんだよね、うちがね、何回やってんのかなってぐらいね先制点も上げて、追加点も取らせて、何、4点目も取らせる、おーいおいおいおい、どっちが試合壊してるんですかっていうね、審判が試合壊したのか、うちが試合を壊したのか、どっちなんだいっていうね、そんな感じがあるようなね、イライラしちゃってね、そう、かなりね、試合中もね、こっちもかなりストレスを抱えながらやっちゃったのが、まあ俺の範囲だなって思います、今日は。今日俺個人としてもやっぱり前もどの試合だったかね、言ってたね、うん、言ってたんだけど、やっぱりイライラしちゃったことによって、やっぱりもっと選手の背中を押さなきゃいけなかったっていうのが、ちょっとやっぱりね、昔前の時はね、おろそかなっちゃった。でも今日はちゃんと俺声出したんだよね、うん、今日はしかり今回はね、もう変なこともね、もう全然言わずにね、うん、めちゃくちゃしっかりねやれたなって思います。ただイライラしたからね、多分 0.0 何パーはね、ちょっとね、選手の投手ね、そこがねおろそかになっちゃった部分があるから、そのイライラを声っていうパワーに乗せなきゃいけなかったなっていうのを乗せれてるんだけど、うんうん、それ当たり前にみんな乗せるから、それをもっと上回っていかないとね、まあ、限界を超えるっていう部分をなんかもっとできればよかったなって思いますっていうので前半でした、うん、で後半はね、後半ひどかったね。後半は出だしが5ラスト決められたんだよ。うん、そう、あのミドルね。そうそうそう。あれは素晴らしい。あれもうね、全然わかんないけど、あれコンセプトのベストゴールだと思う。あれ素晴らしい。だって阿部ちゃん一歩も動けなかった。動けなかったね。あれは素晴らしいよ。めちゃくちゃナイスゴール。あれめっちゃ巻いたんでしょ、多分。すげえ巻いて入ったんだよね、きっと。うん。ぐわーって。普通なんか右にそれんのかなと思ったのが、綺麗に巻いて入ったと思うんだよ。知らないけど。あんまりあれ映ってないからさ、リプレイないか見てないからあったけど、だと思うんだよね。でそのわーいってなってね、わーいってなってからもね、うん、またね、その後すぐ4点目も取られちゃったんじゃなかった。あれもあっさりだったな、あっさりだったな、うん、やっぱりね、結構あっさり決められるっていうのがね、やっぱどうなんだろうな、なんかここまであっさり決められると、まあ、夏の補強っていう部分とかももっとね考えなきゃいけないし、今サブに出てサブの人選手とか出れてない選手とかもっと突き上げてほしいね。やっぱりその部分を、やっぱ今回の負けな試合に関して、俺が出てれば絶対勝てたみたいな、そのぐらいの蚊が欲しい。もっともっとやれる、俺はやれるんだっていう部分をもうガンガン力さんにアピールして、次のね長崎戦にはね絶対出てほしいし ね、 そう、俺なんなら今日遠藤くん大丈夫だから遠藤くん出てくんねえかなとか思ってね、遠藤くん出てバスでゴールド決めてくれたら超わかんなとか思ってたんだよ。なんかも考えたけど、遠藤くんはサブにも入らなかったから、ね、遠藤くん頑張って、遠藤くんのフィジカルとか絶対勝負できるし、全然やれる、うん、でも確かにこの今シーズンでポカはいっぱいあった、まあね、あったけどね、そんなん誰だですんだからいいんだよ。それを経験して、それをね、そう、ポカがあったけど、それをね、うん、もう、ね、
ね、もう倍返したっていう部分でね、やってくれればいいなって思いますよ。何クソっ、ね、何クソっていう感じね。そう、そんな感じもあったね、うん、まあそれで、何でしたか。2点目がマイケルだったな、確かね。マイケルだね。マイケルのはね、結構ね、分かりやすくね、入ったのがね、ちょうどね、腹心がパンってすぐ開けたんですよ。そこはね、相手がクリア、ね、そう、クリアして、したしたかと思ったけど、まあその後にもちゃんと詰めてたんだけどね。クミ、うん、ちゃんかな、ハセモンが誰かが詰めたんじゃないかと思ったんだけど、ね、最終的にハセモンが詰めたんだからね、あれ最後、決めてくれたけど、あれは マイケルの僕に入ったところね、ちゃんと腹心がパンってね、旗上げてたからね。そこは良かったよ、まあいいんだけど、まあ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 、まあ、リスペクト審判リスペクト大丈夫ですよ、リスペクトしますよ俺は。はい、言葉はちゃんとしてます。はい、よし。で、3点目がそうやね、そうやね、ま、マジうまかった。いや、そうや、あれもね、ペナルティエリアの真ん中で、あの小野湯がさ、しっかりあそこで一瞬キープして、うん、まあ、その後にどうなってちゃんとソウヤまで行ったか分かんないけど、小野湯がパス出したのか誰かに当たってソウヤにまで行ったのか分かんないけど、うん、あそこでちゃんと小野湯がああいう風にあんな怖い場所で、あの相手が相手でしたね、嫌な場所で、うん、あそこのちょっとコンマ何秒あそこでキープしたっていう、あそこがまずすごい。やっぱね、膝穴に行く、さすがだよ。まだね、膝にね、包帯来る前で、あれ包帯取ったら穴に行きました。奥見怖いよ。でもリキさんは大丈夫って言った。大丈夫です。いや、リキさんが言ったんだよね、うん、リキさんは大丈夫って言ったと思う。そう、大丈夫って言ったんだ。そう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 、モバールね、うん、そうでね、うん、そうなんだよね。モバールではそんなことも言ってたりして、そして、ハセさん、うん、リオ、ハセさんのインスタでも、うん、あの大丈夫ですって上がった。あー、そうだったね。そうなんですよ。膝穴に気が大丈夫、膝穴に気がのが上がったねちょっともうあれハセさんめっちゃ面白かったっ、ね、あれ小野湯も上げてなかった。小野湯が上げたのかな、小野湯が上げてどっちが上げたのか分かんないけど、あれめっちゃ面白かったっ、自分で膝穴に気が大丈夫、すげえ面白かったあれしかもあれちょっとあの本当すげえ大丈夫なのかなって思ってたからこそ、あのハセさんのあのとこマジでナイスプレーでしたすげえ良かった、良かったね。いや本当じゃん、乗っただ、え、大丈夫みたいな、だって最後列並んでなかったんでしょ、やだ心配みたいなね、そんな感じで思ってたのが、あれすげえ良かった、良かったみたいな、縫っただけで終わったんだなみたいな、すごい穴開いて、ね、奥まで行ってたのにね、向こうが透けてたって言うからね、誤差では。でもそんなおのゆもさ、随所でこうなんかね、いろいろな動きをね、動きをね出してね、本当にサイドまでバーっていったりとか、なんかいろんなところに顔出して、やっぱりもっと前が動いて、その活性化させてね、また相手に マークをさ散らさないといけないし、私ゴール前のゴール前っていうか、ゴール前にいたコミちゃんにパスをして、うん、確かでもコミちゃんが合わなかったんだよね。合ってれば、私たちのゴール裏から見ると後半の本当に交代してからのすぐのプレー、私たちから見て左、まあ小野湯からすれば右サイド、あれね、あそこから小美ちゃん真ん中でしょ、ペナルティの真ん中のやつね、いいパスだったじゃん、すげえよかった、あれすごいよかったから、あれヘッドが、ヘッド、これヘッドだよね、小美ちゃんヘッドだよね、ヘッドか、ヘッドだったか、ヘッドだったと思うんだよ、あれが決まってはもう最高だった、そうなんだよね、すっごいうまかったなと思って、そう、あれドンピシャだったから、そう、あれ、うん、でも小野湯のヘッディングだったっけ、なんかバー近くの、あれもちょっと危なかったけど、惜しかった、はい、まあそんな感じでした。とりあえず悔しい、悔しいっていう感じですね。まあ家に着いたんで終わります。はい、おいそんな感じで終わんのかいっていうね、そんな感じですが、まあね本当にね、バチクソ悔しいんですよ、バチクソ悔しいんですよ、バチクソね、いや本当に、いやマジかよと、まあとりあえず今日はめちゃくちゃ悔しくて、まあまた4失点の試合を見るのかっていう風なのにはなってしまいました。まあイラついた試合の時よりはいつだったかのね、そんな時よりはしっかり選手の背中を押せるように声は出せたかなとは思うのが、今回の昔のその反省を生かせた部分かなとは思います。まだまだ伸びしろある応援をできたか、伸びしろある応援でしょう、僕個人は。
はい、とりあえずまあ先制点をとにかく取る、 そして追加点を絶対取る、そこをそういうふうなことをしていかないと、やっぱり、難しくなる、そしてホームでした今日、まあ、そこの部分を、もっともっと、しっかりやっていければなと思います。悔しいですが、試合はすぐ来ます。はい、はい、では試合情報です。7月10日来週の水曜日は天皇杯で、アウェイでですね長崎戦があります。多分今日のサガン鳥栖よりもすごく強敵なのかなと思います。すごくいいテンションで来るんじゃないでしょうか。もう絶対負けねえぞっていう気で来ると思いますので、なんせルヴァンの時も戦ってますのでね、はい、まさかカテゴリーが違うのに3回目というすごいね本当に、はい、いやでも長崎は強いよ、ね、長崎は、ね、強いから、ね、調子がいいじゃん、ね、調子いいからね。だからうちは6月決して調子は良くなかった、なんとか負けなしで来れたっていう部分のがやっぱりそのボロが出たのが7月の初戦だったかなと思います。この6月は勢いがあってしっかり負けなしてこれたっていう部分の風に、見せれなかったのが今回のちょっと残念な点ですね。残念だねそこの部分がね。俺厳しいか、厳しいのかな。いやいやいや、調子はいいの、いいような悪いような、なんか言うことよくねえんだよなみたいな、なんか謎なんだよね。なんかまあ引き分けてるだけっていう部分のがね、だって実際勝てる試合があったんだよ。まあね、勝てる試合を引き分けにしてた。ようにはなってきたのはいい、そうだね。でも本当に例えば今日のあのミドルのゴラストのシーンとか、あれは鹿島戦と丸き一緒じゃない？鹿島戦のあのね、あのゴラストみたいなのとかと一緒だなっていうふうにも思いますし、もっともっとやっぱりうちは気を抜かずに集中して、まず守備からやらなきゃいけないなと思いました。うちはやっぱり守備からね行かないとダメですよね。なんでって言ったら先制取られてからね。ほんとここ。しかもあっさり先制点。そうなんだよね。いや、何分取られたの？もう十何分取られたと思うんだけどね。あれね、十何分取られたとかね、本当ね、本当に気をつけてほしい。危なくに今すごい汚い言葉言うぞ。優しいか、まあ汚い言葉ね、言っちゃダメなの。はい、気を引き締めていきましょう。まあそんな長崎戦があって、来週の土曜日は国立競技場で、FC 東京戦ですね。カエラちゃんが来ますので、はい、そんな感じですね。まあぜひそこのこの2連戦を、しっかり勝っていければなと思いますね。よろしくお願いいたします。では皆さん、チャンネル登録とかコメントとかしていただければ、頑張って返します。よろしくお願いします。ありがとうございます。バイバーイ。お疲れ様でした。